こんにちは。どうも社長です。今回はですね、牧田さんから今年の2022年1月に発売が開始されました 40V MAX バッテリーを搭載するレシプロソン JR002G をご紹介していきたいと思います。世界最速のレシプロソンということで、その切断スピードや新たに加わった機能をこの後すぐにですね、実演でご覧いただきたいと思います。そして私が注目するポイントを分かりやすくですね、皆さんにお伝えできる動画ができたと思いますので、ぜひご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。刃の装着ですけども、001G と同様にですね、簡単に脱着できるようになってますね。でこのベースもこの後ろのダイヤル式の速度調整がついています。2で切ってみましたけども、今度ちょっと速度上げてみていいですか。いきますよ、はい、やっぱ速いのは速いですよね、はい、ただやっぱり刃の消耗の関係上やっぱり3から2ぐらいですねで、切る方がいいと思います。ただね、切断を次この C 型鋼を切ってみますけども、多分回転数というか速度が遅いとちょっと切りにくいんじゃないかなと思うんですよね。説明書では鉄とかね、鋼管を切るときには3って書いてました。でステンレスはね、やっぱり1ぐらいで切った方がいいみたいですね。1とか2でね。ブレブレでしょ。ブレブレね。じゃあ、ただこれ3にしてみますよ、はい、まだブレるじゃないですか。これちなみにね、5にしてみますよ。もう刃の消耗もあるけど、現場ではね、やっぱり回転数っていうか、このなんですかね、速度が速い方が切りやすいもんね。ちょっと今度木材切ってみましょうかね。はい、はい、それではですね、新しく追加された機構ですね、オービタル機構ですね。これ上にレバー回すとなりますけども、刃がこのしゃくりで木材を早く切断できるということなんで、ちょっと検証してみたいと思います。まずはストレートですね、はい、通常のストレートの刃の動きで木材、これ90角ですけどね、ちょっときついと思いますけど、いきますよ、はい、いきます。ちゃっ、次にオービタル、はい、しゃくりますよ、はい、どれぐらいスピードがアップするのか。ちなみにスピードは5ね、はい、もう若干早いね、若干。じゃあ次オービタルね、はい、まあ そんな変わらんね。ちょっとじゃあこれ今度パレットを切ってみましょうね、はい、ストレートいきますね、はい、じゃあオービタルいきますね、はい、いいですか、はい、早くないですか。はい、ああ、こういう時には早いんだな。まあでもやっぱり木材切る時にはオービタルの方が早いのかもしれない。ちょっとこの負荷のかかるやつ、オービタル機構
いいと思います。ちょっとね、今回ね、ちょっと注目したいのが振動ですよ、振動ね。横クランク、まあ回転、横回転をもう縦にする機構ですけどね、クランクっていうのが。ちょっとこの振動がどれぐらい振動しないのか、ちょっと比べてみたいと思います。ちょっと用意したのはね、18V の187、牧田さんのですけどね、と廃光器さん、前紹介しましたけども、そちらの方とどれぐらい振動が違うのか、カウンターウェイトで低振動って歌ってますんでね、廃光器さんも分かりやすいように検証してみたいと思います。用意したのは 18V187 で JR のね、廃光器さんのカウンターウェイト振動を、低振動、振動を抑えたやつですね。グラスの中にちょっと分かりやすいように、これコーヒー、一応ブラックです入れてますいいですか。CR36DA ですね。これカウンターウェイトがついてるんで、かなり振動を抑えれてると思います。いきますよ、はい、最後に JR002Z です。こんな感じですね。ちょっと画面上で伝わったのかちょっとよくわからないけども、廃光器さんよりもかなり抑えられてるような気がします。はい、というわけで、事前の方をご覧いただきました。当チャンネルでもですね、2020年11月に、ご紹介しました JR001G と、私の頭の中でですね、比較しながら、今回使ってみましたけども、この002G 新型機種、さほどですね、大差はなかったのかな、正直、思いました。牧田さんの中ではこの 001G がベーシックモデル、そして 002G がハイパーモデルという位置づけで、同時にですね、販売を続けていくみたいですけども、まあ、重量の方もですね、今回 300g 重くなっておりますけども、重くなったなという感じはしませんでした。能力の方もですね、鉄管 34mm の厚さ 3mm、 001G が60本、そして 002G が90本ということで、約 50% アップしておりますけども、観光地程度かなというふうに思っております。新たに加わったオービタル機能ということで、木材をしゃくりながらですね、カットしていくスピードアップということでですね、加わった機能でありますけども、こちらの方もですね、まあ、個人的には若干早いかなという感覚はありましたけども、このオービタル機構すごいなというふうには実感できませんでした。そして、001G の時にですね、スイッチ、低速高速と2つのモードを選べました。今回ですね、ダイヤル式で1から5段階かなり細かく設定ができておりますけども、こちらの方もですね、私個人的には 001G の低速高速、この2モードぐらいでですね、いいのかなというふうに思いました。実際実演の方を見ていただいたと思いますけども、やっぱり低速はですね、まあ、金属に噛み込む時の噛み込みも悪くてですね、なかなか切りづらいなという感覚もありました。一番やっぱり今回気になったのが、
クランク方式を縦から横にしたという、それからですね、さらにスライダーと逆方向にカウンターウェイトが動くことで振動をですね大幅に低減しているこの機能がですね、私素晴らしかったなというふうに思います。実演もですね、皆さんに分かりやすいように、できるだけ分かりやすいようにですね工夫したつもりでありましたけども、皆さんどうだったでしょうか。実感できたんじゃないかなというふうに思います。音や振動といった作業環境や作業する人、使う人のネガティブな要素をですね取り除く、人に優しい機械ということで、今回マキタさんこの機能をつけてきたんじゃないかなというふうに思います。次回もですね、製品紹介、それからいろんなメーカーブランドの対決も皆さんにご覧いただいて、皆さんがですね使ったり購入する際のですね参考にしていただければというふうに思っております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。